みなさんこんにちは、しんごまんで、今日は、以前アサシンゴ TV の、動画で紹介した検証企画ですね。検証企画の、パドルの、反った状態のパドルと顎つけた状態のパドルと、その真ん中の状態のパドルで、どれが一番タイムが速いのかっていうのを検証していったんですけど、その中で、検証結果は出たんですけど、なぜそういう風になったのかっていうのを細かく、今日は分析説明していきたいと思います。まず前回の結果ですね、復習、見てくれた人も見てない人もいると思うので復習で、頭を下げたパドル、頭、顎ついた状態ですね、頭下げて顎つけたままパドルして、計測すると24秒1だったのに対して、次頭を上げたパドルが22秒2なんですね。ここでもう2秒の差が出てます。2秒っていうと板2つ分ぐらいの差ですかね。で一番速いのが頭が、真ん中、上げてもなく下げてもなく真ん中にある状態だと20秒3という検証結果が出ました。なので、頭を下げたパドルが一番遅い、その次に上げすぎが遅いで真ん中が一番速いということなんですけど、なんでこうなったかっていうのを細かく説明していけたらなと思います。ではまず実際に乗って板の上に乗って説明していきたいと思います。サーフボードに、寝そべります。寝そべったらまずは一番遅かった24秒の頭を下げたパドルですね、顎をつけたままこうパドルするんですけど、顎をつけるとなぜ遅くなったかというと、接地面ですね、こう胸が全部ついちゃうので、板に胸全体がついてしまうので、板がこうやって手をこげばこぐほど暴れちゃいます。接地面が多いのでどうしても手を動かすとこうやって揺れてきちゃいます。これで、抵抗が生まれてロスしてきます。次に頭を上げたパドルですね。頭を上げたパドルは反った状態ですね。反った状態だと接地面、またこれも接地面なんですけど、接地面がこの肋骨上がってるんで肋骨に当たります。肋骨ここら辺ですね、反るとここら辺に当たります。でここに当たるので手を動かすとこれも左右に動いてしまいます。で一番速かった頭が真ん中、ここですね、上げすぎ下げすぎ真ん中の状態でパドルすると一番接地面がこの胸の下に来ます。でこの胸の下に来ると手を結構動かしても板がぶれにくいんです。なのでスピードが出てきます。胸の下ここのあたりですね、ここ胸のちょい下あたりですね、これが下がっていけばいくほど反ってる人はそうなってきますね。で頭が下がりすぎてる人は胸がついてる人は接地面がここになっちゃうんです。ここか、ここか、胸の下だけこの真ん中あたり、ここに体重がかかります。ここに体重がかかると、ここに体重がかかると板が走ってくれるので、スピードがどんどん出てきます。その結果こんなに差が4秒ですね、1番 3位と1位の差が4秒で、真ん中の差が2秒開くという結果になっております。パドルの速さは、これ4秒の差が
1位と3位の差で4分差が出たんですけど、さらに大きな違いですねが出てきます。それはなぜ何かというと、パドルじゃなくてパドルしてから波に押される時ですね。なので、パドルが速いだけだと、タイムが速いからといってテイクオフが速いわけじゃありません。パドルが速くてプラスでテイクオフも速ければめちゃくちゃ速い爆速パドル、爆速テイクオフが可能になります。で、その爆速テイクオフに必須なのが、乗っかった時に反ってると波はまっすぐ押してきますね。こうまっすぐしか押してくれません。上にも押さないし下にも押さない。その時に自分が斜め上に向いてくると波のパワーをまっすぐ押してくるんで、斜め上に押されちゃいますね。こっちのパワーになっちゃいますね。こっちのパワー、波はこっちのパワーにあるんで、こっちに進みたいのにこうやって上がっていっちゃいますね。頭が上がりすぎてると。で、逆にじゃ下がってるのをどうかなってやってみると、下がった状態でくっつけた状態で待ってると下がりすぎてるんで、波に押されるパワーがこっちに働いちゃいますね。波はまっすぐ押すんで、こう行きたいのに下げすぎて下に行っちゃいます。これだと波のパワーが一番感じられないので、一番いいのはまっすぐの姿勢ですね。まっすぐ、板に対してまっすぐ。これがこうついちゃうと前に倒れちゃう、上に上がってると波に上に押されちゃう。まっすぐ、波のパワーはまっすぐなんで、自分もまっすぐ押される姿勢で待ってるとパドルをほとんどしなくても乗れちゃいます。なので、パドルでいい位置に入って、あとは軽くパドルするんですけど、パドルするときに上がりすぎてると上に上げられちゃいます。下げすぎてると下げられちゃいます。まっすぐだとロケットスタート、ロケットテイクオフが可能になります。ぜひ試してみてください。はい、いかがだったでしょうか。パドルの頭の位置一つで、パドルのスピードも変わるし、テイクオフの波に押されるスピードも変わってくるので、パドルだけ速くてもダメだし、テイクオフだけ速くてもいい位置に入れないし、両方ができるようになれば、パドルとテイクオフが、スムーズになって、いいライディングにつながっていくので、ぜひ皆さん明日にでも試してみてください。では今日はこの辺で終わりたいと思います。この動画少しでも良かったなと思った方はグッドボタン、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。あと SNS も、インスタグラム、Twitter やってますので、ぜひ登録よろしくお願いします。では以上で終わりたいと思います。ではまた、ありがとうございました。